ちらの黒潮大水槽におきまして、マイワシのトルネードを開催いたします。こちらの黒潮大水槽ですが、その名の通り、黒潮という名の海流に暮らす生き物たちを飼育しております。さまざまな種類の生き物がおりますが、本日の主役は、水槽左側をまとまって泳いでおります、マイワシです。さあ、こちらのマイワシ、一体どのくらいの数がこの水槽内を泳いでいると思いますか？正解は、なんと約3万5千匹なんです。それでは、そんなマイワシたちについて少しだけ説明します。イワシは、自然界の海では大きな魚やイルカ、クジラなど多くの生き物たちの餌となって食物連鎖の定期を支える重要な生き物です。そんなイワシたちもただ食べられるだけでなく、大きな群れを作って自分たちの身を守っています。群れが大きくなればなるほど、捕食者が一匹のイワシに狙いを定めにくくなるため、その結果食べられる確率が下がることになります。群れることによって外敵の存在にいち早く気づくことができたり、餌を見つけやすくなったりするなど、群れるメリットはいくつも考えられています。マイワシのトルネードはイワシのそんな群れる習性を利用して餌の与え方を工夫することにより群れを動かしています。約3万